一緒にどうですか？女性から混浴風呂に誘われた経験が俺には一度だけある。人生で最初で最後の経験は自分の理性を保てるかどうかの戦いだった。なぜ彼女が俺を誘ってくれたのか。俺は不思議でたまらなかったけれど、そこには俺の想像もしない展開が待っていた。俺は田口直人、看護師をしている独身男性。女性の多い職場で細々と仕事を続けている。俺の働く部署では年に数回病棟主催の慰安旅行が開催されることになっている。旅行の日に休みのスタッフはほぼほぼ強制的に参加をさせられる間の行事である。田口くんも今度の温泉旅行参加するよね？大半の参加者は女性ばかりで、俺は正直居心地が悪い。これまでもできるだけ旅行の予定日付近はわざと勤務を入れてもらうように希望を出していた。しかし今回は珍しく日程が変更になり、俺がちょうど連休のところに重なってしまった。適当に嘘をつけば休めたのに、俺はバカ正直に予定がないと旅行を主催するスタッフに言ってしまった。今さら嘘をついて休むほどでもなかったし、温泉旅行できると思ったらまあいいかと俺は休むことを諦めた。温泉旅行は病棟の看護師10人ちょっとと医師数人が参加することになった。ほぼコンパのような状態で、俺は来たことをやっぱり後悔した。絶対にお前は女の子たちに近づくなよ。この会を主催していた病棟で働く医者の長谷川は、俺が女性スタッフに近づくことを嫌がっていた。どうやら長谷川は女性スタッフの誰かしらを狙っているみたいだった。そんなことを知らない女性の看護師たちはいつものように俺に話しかけてくれるけれど、長谷川の女の子と喋るなよという視線が痛く刺さった。田口くんも一緒に回ろうよ。そう言ってくれるのは嬉しかったけれど、俺は適当に謝って男の医者たちと観光することにした。この日泊まる予定の宿はその温泉街でも高級な旅館だった。こんなところ俺は普段泊まらないけれど、長谷川のご利用しでこの宿になった。どうやらこの宿には混浴が可能な風呂があり、若い男女からは人気を集めていた。お前は絶対混浴に行くな。女の子とイチャつくなよ。安心してくださいよ、俺は絶対行かないんで。長谷川は温泉宿に入る前にも俺にチクチクと忠告してくる。誰が好きで混浴なんかに入るか。少しは興味あるけれど、そこで同僚に鉢合わせてみろ。今後仕事中同僚のことをまともに見れなくなる自信だけはあった。夜は宴会場でみんなで賑やかに飲み会が開かれた。長谷川は女性スタッフの間にわざと陣取り、両手に花を咲かせていた。ここまで女性と仲良くしようとしているのを見ると逆に清々しい。俺は周りの医者たちと仕事の愚痴を魚に、出される食事を黙々と食べ続けていた。みんな泊まりということもあって、普段よりお酒を飲むペースが早かった。俺はもともとお酒に弱かったのでほとんど飲んでいなかった。会が進むにつれてみんなベロベロに酔っ払い始めた。田口くん、混浴風呂行こうよ。田口、お前はダメだ。他の同僚たちの前でそんな大胆に誘うんじゃない。俺は下手に絡まれるのが嫌で仕方がなかった。長谷川も勢いよく女性たちを口説き落とそうと必死に話している。2時間が経つ頃には大半の人間が酔いつぶれていた。
酔っ払っていないのは俺と後輩の宮野さんだけだった。宮野さんもお酒が飲めなかったらしく、ずっと酔っ払った長谷川を相手にするのに疲れている様子だった。それ以外みんな千鳥足だったり、気分が悪そうな顔をして地獄絵図のよう。俺は旅館の従業員に手伝ってもらいながらみんなを部屋まで運んだ。宮野さん、長谷川先生になんか変なことされなかった？大丈夫でした、皆さん守ってくれたので。宮野さんは俺よりも7つ下のまだ若手の看護師だった。可愛らしくて医師たちからも人気のある看護師だ。もちろん看護師の仕事もしっかりできる後輩の一人で、俺ももちろん信頼を置いていた。とりあえず部屋まで送るよ。ありがとうございます。二人で話すことはこれまではなかったので、俺は若い女の子に提供する話題に枯渇していた。田口さんはお風呂とかどうされますか？部屋の風呂入るかな。何かあった？いえ、聞いてみただけです。彼女は恥ずかしそうに顔を背けた。俺は彼女がなぜそんな質問をしたのかわからなかった。彼女を部屋の前まで送り、そこで別れた。俺は一旦自分の泊まる部屋へ行く。一緒の部屋のスタッフたちはもうすでに布団の中だった。酒臭いし最悪だな。部屋の風呂に入ろうかと思ったけれど、俺はやはり大浴場へ行くことにした。時間はもう日付をまたいでいて、大浴場の階は人通りがなかった。電気はついているけれど、なんとなく不気味だ。ちょうど男女の大浴場の間に混浴の浴場が並んでいた。俺は男性の浴場ののれんをくぐろうとしたとき、ふと隣の混浴ののれんが目に留まった。少し気になる。混浴なんて生まれて初めて見た。なんなら混浴風呂なんて本当にあると思っていなかった俺は、ちょっとだけ興味が湧いた。周りには人がいない。そして大半の同僚たちはみんな眠りについている。同僚が中にいる可能性はかなり低い。混浴ってどんなものなのか、普通の浴場と何か違うものなのか。俺はしれっと混浴ののれんをくぐっていた。脱衣所にはパッと見人のいる形跡はなかった。とりあえず大丈夫と思った俺はそのまま服を脱ぎ浴場の扉を開けた。あ、田口さん。ちょっと想定していないことが起きた。パッと見脱衣所に人のいる形跡はなかったはずだ。いや、ちゃんと見ていなかったから気づかなかったのか。俺は浮かれていたのか。目の前にある風呂には宮野さんがちょこんと使っていた。ごめん。俺は明らかに挙動がおかしくなっていた。まさか嘘だろ。まさかここで同僚、しかも女性の後輩と裸の付き合いになるなんて考えていなかった。リスクマネジメントができていないぞ俺。普段であれば慎重であるはずなのに、混浴風呂に俺はバカみたいに浮かれてしまっている。俺はさすがに宮野さんと混浴は彼女に申し訳ないと思い、さっさと脱衣所へ戻ろうとした。田口さん、よかったら一緒にどうですか？彼女は頬をあからめながらそう言ってくれた。嫌じゃないの？私は大丈夫です。田口さんとお話ししてみたかったので。今日一日彼女は長谷川に付き合わされていて、ずっと話す機会はなかった。宮野さんは群を抜いて可愛らしくて、
もちろん長谷川の目的は宮野さんでもあった。この状況を長谷川が知ったら俺に明日はないだろうなと思いつつ、彼女の行為に甘えて風呂に浸かった。俺はずっと宮野さんに目を合わせられなかった。私この旅行で絶対田口さんとお話ししたいと思っていたんです。普段も病棟でお話しすることないじゃないですか。本当に俺ここにいていいの？あまりの俺の挙動不審具合に彼女はくすりと笑った。宮野さんと二人になれて嬉しいです。どういうこと？宮野さんの視線はずっと俺に向いていた。彼女は恥ずかしそうに顔の赤さもより鮮やかになっていた。私田口さんのことが好きなんです。は？俺は夢でも見ているのか、のぼせて頭もまともに回っていないのか、自分の耳に入った言葉を疑った。あのお付き合いをしていただけないでしょうか？もしかして宮野さんも酔っ払っているのか？宮野さん、それは本当に言う相手間違えてない？俺がそう言っても彼女の眼差しは真剣そのもので、恥じらいも嘘ではなく本物のように見えた。間違えてないです。私は田口さんとお付き合いをしたいです。ダメでしょうか？ダメじゃないよ。俺でよければ全然。みそじの男がまだまだ若くて病棟のマドンナとも言われる女性看護師から告白されるなんて夢のようなシチュエーションじゃないか。俺の浮かれた気持ちは最高潮に達していた。そうして宮野さんと俺は付き合うことになった。職場内にバレると長谷川を筆頭に面倒くさいことになりそうだったので、あくまで秘密裏に付き合うことを彼女と約束した。基本的に職場ではいつものように話さずに、仕事終わりにお互いの家に行くようになった。俺も彼女も病院から少し離れた場所に住んでいて、周りに同僚はいなかったので、お互いの家の行き来は意外にも簡単だった。仕事柄休みの日が合わないことがほとんどだったけれど、休みが合えば必ず俺が車を運転して遠出した。デートの内容を相談する時からずっと楽しくて、彼女は俺を幸せな気持ちにさせてくれた。もちろんデートは遠い場所を選んで同僚と会わないように注意も忘れなかったけれど、ちょうど世の中が大型連休の時、久しぶりに休みがあった俺たちは地元で有名な水族館へ行った。あれ、田口くん？宮野さんもいる。大型連休ということを俺は失念していた。家族連れの同僚とばったり出くわしてしまった。案の定、付き合っているのか聞かれてしまった。しかも最悪なことに手をつないでるところもバッチリと目撃されて、言い逃れできない状況だった。付き合っているのは内緒でお願いします。俺は念押してその同僚に言ったけれど、彼は適当な相槌しか打たなかった。うちの病棟では最近そういう職場内恋愛の噂もなかったし、同僚のいい餌になってしまうことは想像にたやすかった。念押しはしたけれど、きっとすぐにバレるんだろう。どうしよう。彼女は心配そうにしていたけれど、もうバレてしまったら仕方がない。大丈夫だよ、堂々としてよ。悪いことをしてないんだから。そうですよね、大丈夫ですよね。彼女は不安を拭えない表情だったし、その不安は後に的中することになった。予想通り、次に出勤した時には病棟で付き合っていることがバレていた。田口くんのこと狙ってたのに。やっぱり宮野さんみたいに可愛いところに行っちゃうよね。噂好きなスタッフがこそこそと話している。しかも最悪なことに、うちの病棟のおつぼね看護師も
一緒になって話をしていた。美人で男性から人気があった彼女は、女性の先輩から敵意を向けられる格好の相手でもあった。どうせ宮野さん、色目使ったんでしょ？若い子って本当に節操ないわね。宮野さんにも届くよう、わざと大きな声で話すものだから、宮野さんの居場所もなくなっていた。ごめんね、俺が不注意なばかりに君に嫌な思いをさせてしまって。大丈夫ですよ、気にしないでください。彼女は気丈に振る舞ってくれたけれど、やはり職場の環境はいいものとは言えなかった。お前、何勝手に宮野さんと付き合ってんだよ。俺は俺で、やはり長谷川に目をつけられていた。とてつもなく面倒くさい。仕事に支障が出なければいいと思ったけれど、そういうわけにはいかなかった。長谷川は俺のことを完全に無視し始め、仕事が進まなくなった。仮にも医者だろうと俺は手が出そうになったけれど、他の医者に相談したりしつつ、その場をしのぐ羽目になった。職場内恋愛がバレると本当にいいことがない。お互い人間関係で日に日に心がすり減って疲れがたまる一方だった。そして一番恐れていたことがとうとう起こってしまった。宮野さん、これはどういうこと？ナースステーションにおつぼねの上司の声が響き渡った。患者さんに渡さなければいけない薬がなぜか他の患者さんに渡って、しかも飲んでしまっていたらしい。それを渡したのが宮野さんで、ステーションの真ん中で彼女はこっぴどく怒られた。仕事する気あるの？なんでこんなことしたの？緊張感が足りないじゃないの？おつぼねの罵詈雑言は止まらず、周りの同僚たちは口を挟む隙もなく、ただ見ているだけだった。最近疲れが溜まって眠れていないと言っていたし、集中力も落ちていたのだろう。その原因がおつぼね自身にあるとは。きっとおつぼねは思っていないのが腹立たしかった。彼女にも非がありますが、その言葉をおかしいんじゃないですか。俺はとっさに彼女をかばおうと口を出してしまった。一番このタイミングで口を出して火に油を注ぐであろう予想はついていたけれど、何もせずに見ていられなかった。田口くん、あなたのせいなんじゃないの？この子、あなたと付き合い始めてからまともに仕事できてないんだけど、迷惑なんだけど。ついに宮野さんは耐えられずにステーションから逃げ出していってしまった。根性ないわねとおつぼねが笑う声に、俺は殴りたくなる衝動を抑えなければいけなかった。休憩室に逃げ込んだ宮野さんは号泣して座り込んでいた。もう仕事を続ける状況になかった彼女を、俺は市長に頼み込んで家に帰らせた。まだ仕事あるのに。仕事のことは気にしないで、とりあえず家に帰って休んで、仕事が終わったら家に行ってもいい？待ってます。俺は彼女の残っていた仕事も全て終わらせて定時には上がった。そして車を彼女の家まで走らせた。インターホンを押しても彼女は出なかったので、借りていた鍵で扉を開けた。彼女は泣き疲れていたのか、リビングで机に突っ伏したまま眠っていた。彼女をベッドまで抱っこしてベッドまで運んだ。動いたことで彼女の目は少しだけ開いた。ごめん、起こしちゃったよね。田口さん。俺の顔を見るなり彼女はまた泣き始めた。ごめんなさい、たくさん迷惑かけて。もう謝らないでよ。俺が君を追い詰めたんだ。責められるべきは俺だ。君のためには別れることも選択肢にあげていいと思うんだ。俺は彼女が苦しんでいる原因が俺にあることは明白で、別れた方がいいのは明白だった。嫌です、別れるなんて絶対嫌です。
俺が思っていたより彼女の否定は力強かった。私本当に田口さんのことが好きなんです。楽しいし、これからも一緒にいたいです。そばにいてください。そう思ってくれてるのは本当に嬉しいよ。そばにいるから安心して。俺は彼女が落ち着くまでそばに座っていた。少しずつ呼吸が落ち着いて、彼女の手にはたくさんのティッシュペーパーが握られていた。昔と変わらないですね。落ち着いた彼女は不思議な言葉を口にした。昔？私が看護師になるきっかけは田口さんだったんですよ。彼女はそう言って昔の話を始めた。俺が新卒で病院に就職した頃、まだ彼女は中学生くらいの年齢だった。彼女のおばあちゃんはこの病院で亡くなった。おばあちゃん子だった彼女は毎日のように病院に通って面会していたらしい。母方のおばあちゃんだったので名字が違うんですけど、小野千代っていう患者覚えてたりしますか？覚えてるよ。俺が初めて担当した患者さんだよ。待って、もしかして。小野さんは病棟の癒しとして看護師や医師からも人気の患者さんだった。まだまだ慣れない俺にも、いつもありがとうと言ってくれる優しさに何度も救われた。だから小野さんのことは10年くらい経ちそうな今でも鮮明に覚えていた。確かに毎日面会に来るお孫さんがいて、いつも楽しそうに小野さんと話している姿が目に焼き付いていた。宮野さんは祖母の面会を重ねる中で看護師の仕事に興味を持っていたらしい。田口さんはどの看護師さんよりもおばあちゃんにも家族にも優しくて素敵な看護師さんだなって思ったんです。その後小野さんは病棟で息を引き取った。その時泣きじゃくる彼女や家族が心配で、俺はそばで話をずっと聞いていた。俺はただ話を聞いていただけだったんだけれど、家族は聞いてくれてありがとうと言ってくれたのが俺にとっては嬉しい体験だった。私あの時に田口さんみたいに患者さんや家族さんに寄り添える看護師になりたいって目標ができたんです。初耳だよ。びっくりしてる。だって恥ずかしいじゃないですか、告白みたいで。彼女はくすっと笑っていた。久しぶりに笑顔を見たような気がした。彼女は俺と仕事がしたいと思ってくれたらしく、この病院の就職試験を受けたらしい。どこに配属になるかは運次第で、彼女は俺の昔いた病棟に配属されなかった時にはショックを受けたらしい。しかし仕方ないと思いながら初めて出勤すると、そこに俺がいたってわけだ。俺も彼女が就職する前に移動していた。田口さんは昔と変わらなくて、誰にでも優しくて、今も目標の看護師さんです。それにまさかこうやって再会できるとは思っていなくて、運命だなって思ったんです。だからこの縁は簡単に切りたくないと彼女は言った。そんなに俺のことを尊敬してくれていることに俺は嬉しくてしょうがなかった。これまでの仕事の辛さが報われたような気がした。そして俺のことを大切に思ってくれる彼女を俺は守らなければいけないと思った。俺は宮野さんと話し合って付き合いを続けることを選択した。しかし彼女はすぐに職場復帰できる状況になかったので、一旦休職することになった。田口くん、宮野さん大丈夫なの？田口くんも変な女の子に捕まっちゃってかわいそう。おつぼねは彼女をバカにしたようなことを言ったので、俺はできるだけ表情を殺しておつぼねを見た。交際しているだけで彼女をいじめるあなたのことは一生許しません。俺は詰め所のど真ん中で言い放った。もちろんこの部署では今後働けなくなることくらい覚悟はしていた。
俺は仕事に支障をきたすため別部署に移動したいと人事部に直接相談に行き、彼女が上司からの嫌がらせを受けていたことも報告した。ありがたいことに移動先があったのですぐに移動させてもらうことができた。俺は彼女が休職している間に同棲を始めた。誰かと一緒に生活するなんて久しぶりで、俺は緊張していたけれど、彼女の作るご飯が美味しくて家に帰るのが楽しみになっていた。早いうちに席入れたいな。俺がそう言うと、彼女は顔がパッと赤くなった。それは、俺はカバンに隠していた指輪のケースを彼女に差し出した。結婚してください。これからも君と一緒にいたい。これが俺たちの馴れ初めです。